やっほー、ズンダモンなのだ。アシスタントのキリタンです。前回はこの部屋に閉じ込められたんだけど、無事謎解きを攻略して脱出できたのだ。謎は解けず勘で脱出したじゃん。インスピレーションと言ってほしいのだ。さて、扉を出たここは監視室なのだ。リュウ先生の日記には監視室の花瓶は絶対動かすなと書いてあったのだ。リュウ先生は敵ではない気がするので、言うことは守るのだ。ふむ、ズンダモンが持ってる数珠は神霊のものらしいのだ。取り戻しに襲ってくるやつじゃん。神霊はそんなことをする人ではないのだ。神霊の何を知ってるというのか。神霊はこんな人なのだ。おそらく名簿の乳母で、その秘宮洞室にいて数珠が好き、それしかわからないのだ。関係表の枠的にこれ以上神霊の情報は増えなさそうだね。リュウ先生の日記。羊の院さん初登場なのだ。屋敷はだんだんおかしくなっていったみたいなのだ。剣と盾、剣と盾なのだ。剣持てない、盾も持てない。期待させるようなことはやめてほしいのだ。どんない。こっちにも剣はあるけど。え、剣を手に入れたのだ。よかったね。これで誰が襲ってきても切り刻めるのだ。もう何も怖くないから、落ちてるものさっさと拾って先に進むのだ。今の音、聞かなかったことにするのだ。剣持ってない時にそういうことされるとビビるのだ。持ってても絶対ビビるでしょ。リュウ先生は今朝展示室の掃除をしたらしいのだ。情報が断片的で、これが何の役に立つのかわからないのだ。帽子はかぶれないのだ。おちょくられてる気がするのだ。ズンダモンはおちょくりがいがあるからね。剣、剣さえあれば怖くないのだ。いつでもかかってこいなのだ。誰かが泣いてるのだ。あの先は次女の部屋なのだ。どうすべきか。え、聞かなかったことにするのだ。さっきの異性はどうした。どう考えても良くないことが起きてたのだ。危うきには近寄らずがズンダモンのモットーなのだ。そんな子に育てた覚えはないよ。監視室の扉が開かないのだ。ということはさっきの次女部屋に行かないといけないということなのだ。ここが次女部屋。よし、覚悟を決めたのだ。空行け。開かない。さっきのは密室殺人事件だったのだ。あれ、じゃあズンダモンはどこに行けばいいのだ。次女部屋からの音は、もう何も聞こえないのだ。前回の迷宮の正面に扉があったのを見逃してたのだ。迷宮クリアで手に入れた鍵の使いどころを探すのだ。そういえば今回から画面をもうちょっと明るくしたのだ。暗い場所の探索が続くからだけど、あんまり輝度や彩度を上げるとバランスがおかしくなるから難しいのだ。
ここは最初の大広間から使用室への扉なのだ。あれは見るからにセーブポイントなのだ。やっとだね。セーブポイントが全然来ないからろうそくでセーブだと思ってたのだ。ここまでぶっ通しで長い旅だったのだ。積んだもんが城の場所を全然覚えないから無駄に探索が長くなってる感はあるけど、積んだもんは喫水の方向音痴だから仕方ないのだ。というかセーブ方法がわかんないのだ。なるほど、ろうそくの火でお線香をあげればセーブ完了なのだ。区切りがいいけどそろそろ休まないの？何回もならもっとやれそうな気がするのだ。積んだもんズハイが来てるのだ。無理しないようにね。さて、ここには他に何もなさそうだから2階へゴーなのだ。なんか遠回りさせられたけど2階につながる廊下に来たのだ。実は迷宮クリアで手に入れたのがここの鍵で、セーブポイントの鍵はパート2の給仕室で手に入れた鍵だよ。つまりセーブはもっと早くからできたってことなのだ。この廊下はいろんな部屋につながってるから2階に行く前にちょっと探索するのだ。監視室の略側から開かなかった扉とかは開けられたけど、特に新しい部屋には入れなさそうなのだ。ひゃあ、多分カカシなのだ。人間だと思うよ。あれの下通るの嫌なのだ。自助部屋の声といい、恐ろしいものに近づいてきてる感じがするのだ。ホラゲーだからね。これに目ぼしいものはなかったのだ。いよいよ2階へ行くのだ。ふう、あれはうさちゃん。うさちゃんだね。ちょっと古そうだけど普通のうさぎ。何か金属的なものが落ちた音なのだ。お前の仕業なのだ。疑心暗鬼。持っていけるわけでもないのだ。なんか一回より荒れ果ててるのだ。お、強そうな探検なのだ。これは二刀流ができそうなのだ。3階もあるみたいだけどまずは探検を。積んだもんの手が。あー、なんか来た。やばやばやば、やるしか。おー、積んだもんソード、オラ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 。あー、無理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 。死んだのだ。あっけなく死んだね。めちゃくちゃに虫が。ああいうの無理なのだ。積んだもんソード全く効かなかったね。とんだ生蔵だったのだ。探検を拾おうとしたら積んだもんの右手がちぎれるし、わけわかんないのだ。罠だね。あれ、積んだもんの限界が来たので今日はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございましたのだ。ありがとうございました。手を振るカメラの位置間違えたのだ。ありがとうございましたのだ。